皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今日は台湾の宇宙開発の歴史について引き続き解説していきます。前回は宇宙開発が始まった1983年から2000年頃まで解説してたな。そうね、ロケットを飛ばしたり衛星を開発したりして結構順調そうだったけど、解説の最後ら辺で台湾の宇宙開発が怪しくなってきたとか言ってたな。そうね、その通りよ。一体何があったんだ？気になって気になって宇宙のことしか考えられないマリサのために後編を解説しちゃうね。今考えてるのはいかに短く解説してもらえるかだけどな。期待には応えられないわ。さて、1983年から始まった台湾の宇宙開発は、1992年に台湾の宇宙開発最前線である台湾国家宇宙センターを開設して、2000年代までにミサイルをベースにしたロケットの打ち上げや、通信実験衛星、偵察衛星、気象観測衛星を運用して、2004年からは第二期長期計画となり、自国内で衛星を開発する能力を身につけ、商用衛星市場に参入を目指したり、衛星を搭載してロケットを打ち上げる能力を獲得する目標を立てたわ。なるほどな。第二期長期計画が始まるとほぼ同時に台湾国家宇宙センターのトップも変わって、新しい体制のもと台湾の宇宙開発がさらに加速していくと誰もが思ったわ。何があったんだ？第二期長期計画が策定された翌年の2005年に、アルゴっていう地球観測衛星を開発し始めるわ。それが何かおかしいのか？このアルゴ衛星の開発は長期計画にないものよ。え？長期計画にないのに突然開発を始めたわ。なんだそれ。このアルゴ衛星はドイツのラピッドアイ社が計画している複数の衛星を使った衛星画像提供サービスに参加するものでね。複数の衛星が等間隔で同じ軌道に配置されるから顧客の求めに応じて素早いサービス提供が可能なんだけど、当時はなんで台湾が民間企業サービスの計画に参加するのかわからなかったけど、2006年に起きたあることがきっかけでその理由が判明したわ。きっかけって何があったんだ？2006年台湾国家宇宙センターのナンバー2がスパイ疑惑で拘束されて、それがきっかけとなって台湾国家宇宙センターに調査の手が入るわ。スパイはきついな。ナンバー2の人物は台湾が実質的な偵察衛星として運用している中華衛星2号の設計技術データを流出させていて、それを機にいろいろ調査してみると台湾国家宇宙センターの腐敗っぷりが明らかになったわ。そういうドロドロしたところはあんまり聞きたくないな。まず台湾国家宇宙センターのトップが汚職に関与していたわ。いきなりトップかよ。軍事兵器を研究開発している中山科学研究院の機材購入で業者から賄賂を受け取って便宜を図っていたり、公費を不正に流用して台湾国家宇宙センターの自分の執務室に寝室を作ってダブルベッドを置いたり、さらにはトイレ、浴室、バーカウンター、サウナを設置したりして、それだけ豪華な執務室にしているのにほとんど出勤しておらず、出勤していないことをごまかすために出退勤記録を改ざんしたりとやりたい放題だったわ。本当にやりたい放題だな。それに加えてさっき言ったアルゴ衛星はこの人物を中心に計画が進められていたわ。黒幕か。なんで計画にないものを作ろうとしてたんだ？台湾って衛星を3機開発して運用してきたわけだけど、組み立てや試験を通じて衛星全体の研究開発をしていく目標があるにもかかわらずほとんどされてなくて、衛星バスという車でいうシャーシとエンジンに当たる重要部分の技術はほとんど持ってないんだよね。なるほどな。でも行政院には衛星バスの技術獲得が順調に進んでいると報告していて、それを間に受けた行政院が台湾国内で衛星開発が可能と判断した結果、2012年までに準台湾製の独自衛星を開発して、2018年までに商用衛星市場に参入するという長期計画を立てたわ。初めから達成不可能な計画になっちまったな。このままでは独自で衛星を開発することなんてできっこないから、素早く技術を獲得するためには技術移転をしてくれるところを探さないといけないわ。そんな都合のいいところがあるのか？私が UAE の衛星について解説したことあったでしょ？ああ、なんで UAE が日本のロケットで打ち上げたのかってやつだったな。あの解説で UAE は衛星バスの作り方を韓国から学んだわけなんだけど、韓国はイギリス SSTL 社から技術移転してもらってたんだよね。ああ、思い出したぜ。
衛星バス以外の技術を不正に取得するためにゴミ箱を漁ってたやつだな。ゴミ箱を漁って何度も警告を食らってたのは韓国しか聞いたことないけどね。イギリス人もびっくりしたろうな。台湾国家宇宙センターのトップはその SSTL 社の技術移転プログラムに目をつけて、小型衛星の衛星バス技術を移転してもらうために接触していたんだけど、そこでとあるカナダ人と親しくなったわ。そのカナダ人って何者なんだ？カナダの航空宇宙企業の人で、ラピッドアイ衛星計画を進めているラピッドアイ社は、受けた投資だけでは衛星の数が少なくて満足なサービスを提供できないから、こういう業者を使って参加してくれるところを募集していたわ。じゃあこのカナダ人は営業代行みたいなことしてんのか。まあ後々のお話だけど、ラピッドアイ社は財政的に耐えられなくなって、このカナダの航空宇宙企業が買収することになるわ。点と点が繋がった気がするぜ。台湾国家宇宙センターは独断でこのラピッドアイ計画に参加することを決めて、純国産衛星として開発することを発表したわ。ん？台湾って衛星バス技術がないのに純国産衛星って大丈夫なのか？これは表向きの発表でね。実態はドイツのスペーステック社に全てを外注していたわ。純国産じゃなくて純ドイツ産じゃねえか。衛星バスの製造はイタリアのカルロガバッチスペース社へ下請けに出されているから。ドイツとイタリアのハーフってところね。この機会に台湾国内で開発をすれば純国産衛星への道が開かれそうだけどな。それはできないわ。第二期長期計画では2012年までに独自衛星開発能力を獲得という目標があるから。発表があった2005年からやってもノウハウもなしに2012年には間に合わないけど。外注したものを純国産とすれば表向きは目標を達成できるわ。ああ、実際にはそんな能力を持っていないけど辻褄合わせのためにってやつか。その辻褄合わせをしている間に SSTL 社から小型衛星向けの衛星バス技術を移転してもらおうとしていたわ。まあこのままじゃ能力なしがバレるだろうからな。それに加えて台湾国家宇宙センターのトップはカナダの航空宇宙企業からバックマージンを受け取っていたことも判明したわ。あちゃー、マジか。台湾って打ち上げロケットを持っていないからどこかのロケットで打ち上げてもらわないといけないんだけど、国交の問題で打ち上げてくれる国家がないから、打ち上げ機調達代行会社に依頼して、その業者からの打ち上げ依頼ということにしているのね。打ち上げる時だけ名義が違う感じか。そうね、表面上、書類上、台湾の衛星を代行会社に輸出している形になるんだけど、今までは引き受けてくれる代行会社を毎回入札で決めていたのに、カナダの会社が受注できるように便宜を図ってバックマージンを得ていたわ。本当にやりたい放題なんだな。結局カナダの会社が輸出ライセンスを持っていなかったことが判明して、アルゴ衛星計画はキャンセルになったわ。結果がお粗末っていうかなんというか。台湾国家宇宙センターのトップが汚職にまみれていたということで逮捕起訴されて、代わって成功大学航空宇宙研究所の所長がトップに就任したわ。当然の結果だな。そして2008年に台湾の政権が交代してから、行政院が台湾国家宇宙センターが機能していないと判断して大規模な人事改革を実施したのと、第二期長期計画はこの時点で事実上の中止になったわ。まずは立て直しが優先だろうからな。そうは言っても2004年に打ち上げられた実質的な偵察衛星であるフォルモサット2は、設計寿命が5年ということもあって2009年までに新しい後継機を打ち上げないといけないから、台湾国家宇宙センターは国内で50キロ級のフォルモサット5を開発して打ち上げる計画を進めていたわ。50キロ級の衛星なら自国内で作れるってことなのか？そうね、台湾とロシア、韓国、メキシコの大学が共同で100キロ級のアマチュア無線衛星タチアナ2を開発してね、台湾が打ち上げ費用の半分を出す代わりに、ロシアの大学が独自開発した30キロ級のタチアナ1の設計図をゲットしたから、その設計図をもとに50キロ級のフォルモサット5を開発して国内の短空ロケットで打ち上げる予定だったけど、フォルモサット2が750キロあったのに後継機が50キロ級じゃ同等性能すら出せないからキャンセルになったわ。それはちょっと無謀だな。台湾は仕切り直しの一発目として国内の民間企業と共同でちゃんとしたフォルモサット5を開発することにしたわ。今度こそ国内開発でいいんだよな。仕切り直しだからね、大丈夫よ。
フォルモサット5は台湾国内での研究開発を進めていって、2017年にファウコン9で打ち上げられたわ。やったぜ。ここまで衛星を中心に解説してきたけど、ロケットの方も迷走しているわ。何があったんだ？1998年のタンク1号から始まって、第1期長期計画中に4号までが打ち上げられて全て成功。第2期計画になった後は年1回の打ち上げを目指すようになり、2006年に打ち上げられた5号ではフェアリングが開くようになり、これも成功。2007年に打ち上げられた6号は搭載したカプセルをパラシュートで回収できるようにして、これも成功。自国で衛星を打ち上げられるように着実に進んでいたけど、2009年11月に打ち上げる予定だった7号では今まで天宮2号という地対空ミサイルをベースにしていたものを、さらに大型化した天宮3号をベースにしてロケットの高性能化を狙ったんだけど、軍は台湾国家宇宙センターの汚職と大幅な人事改革を理由に協力を拒否したから打ち上げは中止されて、翌年に従来のロケットを7号として上空観測目的で打ち上げたわ。ちょっとつまずきがあったけど、別にこれといって変なところはないと思うけどな。この短空ロケットシリーズは台湾の衛星打ち上げ機として期待されてきたけど、2014年の10号機を最後に打ち上げされていないわ。どうしたんだ？軍事兵器を研究開発している中山科学研究院が、さらなる能力のアップとミサイルベースであるというイメージを消すために、固体燃料と酸化剤を組み合わせたハイブリッドロケットを開発していたけど、残念ながら完成には至らなかったわ。ちょっと難しかったか。これによって50キロ級の科学実験衛星フォルモサット6の開発がキャンセルになったわ。ああ、これで打ち上げようとしていたのか。でもね、まだ希望の光が消えたわけじゃないわ。どうしたんだ？台湾国家宇宙センターと NASA のマーシャル宇宙センターで経験を積んだ台湾人科学者がいてね。その人が台湾で投資家から資金を集めて、2016年に TI スペースという民間ロケット会社を台湾に設立して、国内の各大学や国家が持つロケット技術の提供を受けて、ハピス1という純国産混じりっけなしのハイブリッドロケットを開発して2019年中に試験打ち上げをする予定だったけど、現地の先住民である台湾族からの反対や天候不良、コロナの蔓延によってたびたび打ち上げが延期され、2021年中の試験打ち上げを目指しているわ。ぜひ頑張ってほしいところだぜ。1983年から始まった台湾の宇宙開発は、第一期宇宙計画が策定された頃から行政院に置かれた宇宙計画室の権力闘争がそのまま降りたような形で、組織内の権力闘争や軍との絡みもあって、宇宙開発よりも組織内政治が蔓延し、研究開発の成果を公平に評価できなくなった結果、組織が内部から腐り、組織内に敵が生まれ睨み合い、お互いが機密を持ち、研究成果が上がらず国家に虚偽の報告をし、国民にはデタラメな広報をしたから、強力な擁護者となる国民は宇宙開発にそっぽを向いてしまったわ。なるほどな。台湾はおよそ10年の空白期間を経て、2019年から2028年までの10カ年計画が始まって、10年で251億新台湾ドルという予算がついているわ。今はフォルモサット7と 7R8 を開発中だから、台湾科学界と台湾国民のためにぜひ頑張ってほしいわ。そうだな、もう汚職なんてことないようにしないとな。汚職は世界中の宇宙機関でもたまにあるしね。そうなのか？2018年には JAXA でもあったわ。マジで？文部科学省の国際統括官が JAXA に理事として出向していた時に、医療コンサルタント会社の役員から150万円相当の接待を受けた見返りに、その医療コンサルタント会社の顧客先に JAXA 宇宙飛行士を講師として派遣したり、別の顧客先の防災訓練時に JAXA の通信衛星技術を利用させていたわ。うわ、ひでえな。当然収賄罪で逮捕起訴されて有罪判決となって失職したんだけど、個人的に最悪と思ってるのがあってね。これよりまだ最悪なのがあるのかよ。その人は今、JAXA が業務を委託している民間企業に非常勤顧問として再就職しているわ。ちなみにその民間企業の売り上げの多くは JAXA からのお仕事で占めているわ。そんなのって許されるのか？別に違法じゃないけど、ね。なんだか心象が悪いよな。JAXA と文部科学省は本人に対して再び国民から疑念を抱かれかねず不相当だという旨の文書を送付しているけど、全くの無視みたいね。
これは本当にひどいな。詳しく知りたい方は調査検証チームの報告書がネットで公開されているのでそちらでどうぞ。公開しているってのがいいよな。透明性は確保しとかないとね。まあ、私もよく透明感があるねってよく言われるから似た者同士って感じかな。正直に生きているから清廉なオーラが出てるんだね。それってただ存在感がないってだけだろ。ほら、向こうが透けて見えるぜ。透明饅頭になったらマリサのお店をマコトちゃんハウスにしてやるから、その前に成仏させてやるぜ。わーわー言うとりますがお時間です。このチャンネルではこれからも宇宙の天体や宇宙技術などの解説紹介をしていきます。チャンネル登録をしていただくと新しい投稿の通知が来て便利ですので、サブチャンネルも含めて高評価もよろしくお願いします。それではまた会う日まで。それじゃあな。